して先場所と6勝1敗で番付をぐっと上げてきました。対するが地元熊本県阿蘇出身の鶴林です。2度目の立ち合いになります。ここも早く立ちました。前に許しません。小手に振りながら残しましたね。よく湘南の海、右の下手湘南の海です。左届きません。鶴林、こうなるといわゆるリーチの差、上手投げで崩す、残しました。ここで出ていきます。よく残しました鶴林。しかし最後は上手投げ、湘南の海懐が深い。すごいですね湘南の海は。そうですね、このまま継承し続けたらね、あと何場所で関取もあれですね。あ、そうですね。でも親方、鶴林もよく粘りましたけどね。それは懐が深いですね。こういうの下げてもついていけますし、はい、四つ組んの懐が深いがなかなかこういう寄り切れないですね鶴林が。あと何場所ですね。そうですね、来年上がれるか。あーはーはー、平成このままね、やっぱり注目の一人ですね。勢い乗ってますんで、はい、稽古もしてもね、楽しみの力士が出てきたじゃないですかね。そうですね。最後はここで決まりました。湘南の海が3連勝です。